いつも大変お世話になっております QCD 革新研究所の中村です。今回ここにあるようなマーケティング、これをですね IT を使ってウェブデザインにどういうふうに効果を上げるかという内容をまとめましたので紹介させていただこうというふうに思います。それ以前にですね、マーケティングの技術に関しては細かい内容をここに載せておりますが、これに続く形で IT をどう使うかというのは今回の内容です。前の本ですが、こういうふうにいろんなマーケティングの手法が記載されています。まあ多分ご参考になるんじゃないかというふうに思います。ポジショニングというのはですね、いわゆる自分がどれだけの占有権を取れるかとかね、こういった内容が出てます。それからですね、 4P と 4C なんていうチェックポイントをね紹介してですね、これを使っていただこうというのが前回の本の内容なんですね。で、今回の内容はですね、従来こう手書きでアンケートっていうのを集めながら市場調査をやっていたのを IT でやるとどうなるかっていうことですね。IT で処理するために統計的にすごくいろんなことができます。これを効果的に使っている事例、これもですね、載せさせていただいたということですね。こういった手法全体はデータマイニングというふうに言うんですね。要するにデータを AI を使いながらですね、上手に処理して使っていく。それによってですね、同じ品物であればですね、お客さんによく内容を知っていただいて、広くお買いいただくということが、マーケティングのポイントになるわけです。じゃあということですが、セブンイレブン。今売れるものをどんどんですね、2時間ごとに変化対応をしながら仕入れて売っていく。あの狭い店で大変成果が出たわけですね。じゃあそこにあるバックヤードはどうなってますか。それからスーパーマーケットのようなところですね。例えばイオンなんていうのは計画的にですね、やはり売れるものを現地と上手に購入しながらですね、やっていっているということですね。さらにですね、製造業においては、まあ、ここがものづくりだとすると、頭を使う分、ということでコンピューターを使ってですね、上手に市場対応を図っていこう、という活動をやってるわけですね。ここにですね、ものすごく変化が起きましたよ、というわけです。ジャスティンタイム。これができるとですね、リードタイムがものすごく短くなる。同時にですね、変化対応なんで、ちょっとしたものをですね、入れ替えることができるんですね。昔だと徹底的に市場調査をしてからでないと製品を販売しない。こういうことがあったんですね。ところが、リードタイムが短い。しかもフィードバックが早くかかる。新しく考えたものを非常にですね、お声をお聞きしようということを出してみる。というとですね、それがものすごく新製品開発の妥当性をですね、見ていくのに役立つ。ということなんですね。まあこういったことがマーケティングにすごく関係している。いうわけです。したがって IT は大企業というわけですけども、Amazon はですね、こういう検索システムを上手に使って、ロングテールというね、昔はですね、ABC 分析といって、売れるものしかですね、本なんか店に置かない。ちょっとでも売れなくなるとですね、もう引き取ってくださいってやったわけですね。ところが優秀な本はですね、世界で見るとですね、書店で1冊か2冊しか売れない。たまにしか売れない。こういったものを世界に広げるとですね、膨大な数になるんですね。ということで、ハリーポッターなんかこれでですね、売っていった。ということで、IT ができますとね、市場対応がガラッと変わってくるわけです。それから中小企業で作ったものもウェブで世界発信して売っていこう。ということで、ブルーオーシャン戦略っていうのが有名な学問としてあるんですね。じゃあこれ具体的にどうするかということで、花王さんがですね、うまくこれ使ってる内容があるんですね。何かというとね、小売店に入り込んで、花王さんの製品だけを売るんじゃなくて、徹底的な店は儲かるような仕組みをスタッフの方が作る。その中でですね、やってた手順がこうなんですが、で、店全体が良くなって、花王の製品も売れる。当然ですね、売れるということはお客さんが来る。これによって製品を知っていただくということでね、店とともに、地域とともに栄えていっている。これ IT を上手に使っていく。なんていうのがあります。さらに、プロダクトローンチって言ってですね、
データベースをしっかり持っていればですね、これで本当にいいものであればですね、短期間集中してお客さんに一斉に PR して売っていく。しかもね、固定客を中心にしてやっていく。そして買いやすいようなマーケティングのコミュニケーションをお客さんと共にやっていく。っていうのがですね、まあ、こういった事例もですね、載せてますのでご参考にしていただくとありがたいなというふうに思います。しかし、逆の面があります。IT 化されるとですね、例えば私の名前なんか聞くとね、もうなんかいろんなのが出てきちゃうんですね。こういった時代です。逆にこういうのを知って悪用するっていうのがあるんですね。これを利用してですね、コンピューターを使って悪用しようということで、ナンバーワンを作って売っていこうってなんですね。まあ、これはですね、中華街のね、どこでやった例なんですけど、どこの店もみんなナンバーワンになってるわけですよ。なんでそんなナンバーワンがたくさんできるのっていうのを統計的に作る会社があるんですね。ナンバーワンにしてあげるよってわけです。さらに、上手なサイトを作ってね、歯磨き粉で歯が白くなりますよということで、今回に限り980円、来月からね、定期購買になりますけどってやってるわけね。試しに買ってみようかなって買った。全然効かない。さてってわけで、断りに電話かけないとこれ、8000円毎月来ちゃうから大事だっていうわけですよ。断るんだけど、全然キャンセルが効かないね。これはね、ナンバーワンつってもね、断るのはナンバーワンじゃないの。なんていう内容なんですね。こういったオレオレ詐欺に似たような内容もですね、IT のマーケティングと同時にですね、見ていかなきゃいけないというわけですね。あまりひどいとですね、ここにね、Google なんかね、ちょうどトランプ前大統領がですね、SNS で煽ってアメリカの国会議事堂を襲ったのがありますでしょう。ああいうのがあるといけないんで、Google なんかはそういう方にはコマーシャルさせない。なんていうのもあるんですね。まあ、いろんなことがあるよっていうのが、この書にまとめてますので、一つ大いにお使いになっていただいてですね、前に出た本と同時に、マーケティングを正しくやって、販売をどんどん増やして、お客さんに御社のですね、良い品の内容を知っていただくツールになればありがたいなというふうに思います。